秋元剛です。第58代横綱千代の富士の長男で、現在は家族で千代の富士にまつわるさまざまな企画運営を行っている会社をしています。単純にやっぱりファッションがすごい好きで、高校が、中高一貫の学校だったんですけど、すごく厳しくて、その反動で大学には行きたくないなっていう気持ちも強くて、で先がもともと器用だったっていうところもあって、なんかこう技術的なことがプラス学べたらいいなと思って、服飾の専門学校に入りたいなっていうのがきっかけでしたね。学校生活は1年目はそれこそなんだろうな、もう学校に来て課題やってチャイムが鳴ったらそのままピャッて帰って遊ぶみたいな感じの学校生活だったかな。結構メリハリがすごいしっかりしてて、家で課題やるっていうよりかはもうなるべく学校で全部課題を終わらせたいみたいな感じで、外でもなんかこうコミュニケーションを取るように、なんかこういろんな人と出会うような場所だとかイベントだとか、そういうところとかには結構顔を出してたような思い出がありますかね。好きだった授業は、なんかやっぱり縫ったりする授業が好きでしたかね。今に生きてるのも全部その基本のその授業かな。なんかこうどの工程も飛ばしちゃいけないっていうか、やっぱりこう丁寧にするとすごい時間かかるんですけど、なんか一つこう待ち針をこう刺さないだけですごいずれてっちゃって、最終的にそのずれがなんかすごい大きな誤差になっちゃうじゃないけど、なんかこう手間がかかることでもなんかきちんとした準備というか、なんかコツコツやっていくことに最終的な仕上がりの完成度が上がるっていうのをすごく今も仕事ってそういうものだなっていうふうに思ってます。デザイン専攻はなんか2年目を卒業した後にこう選択で進学をするかしないかっていう方だったので、結構いろんなことやりましたね。それこそこう普通の布地じゃなくてレザーとか毛皮とか使ったりとか、なんか技術もなんかバイアスの生地のビオネの授業とかがあったり、割とこうデザインに特化した専門的なことを学んだような記憶があります。ここがお手伝いしているブランドヨークのアトリエになります。ヨークデザイナーの寺田くんです。ヨークのデザイナーをしている寺田のりょうと言います。よろしくお願いします。ブランド名のヨークっていうのが洋服の用語でから取りたかったので、シャツのヨーク部分の部分の YOKE でヨークっていう意味 で調べてみると、2頭の牛をつなぐ首輝という部分をヨークと呼ばれていて、そこから絆とかつなぐっていう意味合いがあるので、服を作る上でいろんな人がつながって一着の服が出来上がるっていうのが自分の中でも腑に落ちて、それをブランド名にしてやっています。のりくんは文化の学生時代の同期で、もう一つ自分が手伝っているブランドの展示会で久しぶりにそのリクに再会した時に、今ちょっとブランドがいい感じにね、なんか踊ってて、なんか PR 周りちょっと一緒に仕事ができればなって相談をもらって、今一緒に仕事を1シーズン前からかしてて、今2シーズンみたいなね。そうだね、やっぱりちょっと、プレスのあり方、今までの時代のプレスとこれからのプレスのあり方が多分だいぶ変わる、一気に変わるなっていうところで、こうちゃんがそういう個人での動きをしだしていて、なんかメディアだけ
ではもう服は実際売れなくなってきている中で、コブちゃんの動きっていうのが新しくて、なんか、まあ、同級生っていうのもあったり、ちゃんとインフルエンサーとしての、力もあったりっていうところで、なんか一緒に仕事できたらいいなと思って声かけて、そしたらやってくれるっていうことですか。もともとはやっぱり寺田くんが作ってる洋服のクオリティが改めてすごいなっていうのを、まずその、ね、一緒に仕事をしできないかってご相談をしてもらった時に、改めてこう洋服もそうだし、作ってるビジュアルとかでもとか見させてもらって、本当にすごいクオリティがね、こんなに高いものが作れて、本当にすごい単純に驚いたのと、やっぱりこう人をね、なんかこう呼ぶのもすごい呼びやすかったというか、で実際やっぱり見てもらったら、ね、細かいところまですごい気が利いてて、うん、クオリティの高いやっぱり洋服だなっていうので、ね、やっぱり自分の周りの人たちもすごい評判が良かったし、多分今まで見てもらえないような人たちだったり、なんか関わったことないようなゾーンだったりの人がやっぱりゴーちゃんの周りに、自分には知らない世界の人たちがいっぱいいて、それをとつなぎ合わせてくれてるっていうのがすごい新鮮かつもめちゃくちゃありがたいことで、本当ゴーちゃんもしっかりで、本当つながっていくとどんどん広がっていくな、大きくなっていくなっていうのがなんか体感で、自分もなんか展示会の俯瞰で見てましたけど、なんか自分の知らないところでなんかすごいことになってきてるなっていうのはなんか感じれるのって、やっぱ人と人がこう協力し合ってやってるからだなっていうのはすごい最近実感してますね。うわ、やば、これめっちゃやばいやつじゃないですか。彫像があってかっこいいっすよね。これも等身大に近いんですか、ね、この多分等身大に近いはず。へぇ、全身の銅像もね、谷中の方であるんですか。で、これ完売。いや、もう完売やばいっすね。テンション上がりますね。この場所、自分にとってこの場所ですか。すごくね、なかなかね、難しいですけど、説明が。僕にとってここは結構みんなが言うようにすごく特別な場所でありながらも、けどすごくなんかナチュラルなんていうか、この建物自体が実際自分の家の面積敷地だったりとかもするので、なんかすごく特別じゃない部分もあるっていう、なんかその両方の面がある場所か。一番最初の自己紹介でもお話ししたんですけど、まあ、千代の富士の長男として生まれていて、まあ、家族で株式会社秋元っていう会社を設立したんですけど、そこでは千代の富士に関わるさまざまな企画運営を行う会社でして、まあ、去年か両国駅でホームを使って展示のイベントをさせてもらったんですけど、そういったこととか、あとはもともとその自分がこの会社を立ち上げる前にはコモンズ&センスっていうファッション誌の編集部に、まあ、5年間在籍していたり、その後に都内のセレクトショップで、まあ、ディレクター職と PR 職を、まあ、していたっていうところもあって、ファッション関係の、まあ、友人がもちろんその大学中からの長い自分の人生で、まあ、たくさん人脈があったので、まあ、そういったところから相談をもらって、千代の富士のコラボレーションのウェアだったり、なんかそういったいろんな企画の運営とかをここの場所でやらせてもらってます。僕はもうちょっとなんかこう単純だしありきたりな流れなんですけど、まあ、3つ年上の姉がいて、まあ、姉もねよくドロップさんこうスナップさせてもらったりとかっていう感じだったんですけど、まあ、3つ上の姉の存在が大きくて、なんかたまたま地元の駅ビルで買った T シャツを母親と一緒になんかすごい褒めてもらったのがなんかすごく嬉しかったのと、やっぱり参考に雑誌読んでましたよね。やっぱスマートとか、ね、ベタリ普通にメンノンとか、あとはやっぱヘアカトログ系のね雑誌とかもすごい全盛期だったと思うので、もちろんそういう本も読んでたしかな。あとはギリギリ裏腹ブーム、
ね、まあ、ちょっと先輩の方だけどちょっとそのエッセンスもちょっとこう感じつつっていうのでその辺の文化にもすごい憧れはあったし、当時はよく遊んでいたのは、そう、カズマ君とかと会った時って多分もうちょっとね卒業してからなんかこう時の方が長い時間一緒にいるような感じがするので、学生時代のことをちょっと思い返してみたんですけど、街はすごいセレクショップブームだったから、まあ事前アンケートで答えた通り、まあラコーリにあったサイドバイサイドニコラコーリミケッティがディレクションしたセレクショップがあれ結構自分の中で衝撃的で、なんかそのお店を中心に、まあ、同時期にオープンしてくるグレートさん、今までというグレートだったり、あとは高校生とかの時からかというけど、まあ、カンナビスさんとかもインポートとか入れるのがすごい早かったなっていうイメージで、あとはバリン東京か、この間東京の店はクローズしちゃったんですけど姉が働いてたのもあって、そのバリン東京とかにはよく、まあ、買い物がてら遊びに行って、そこ以外のところだと、そうだね、バリーンとかがお店でイベントやるよって言って渋谷にラファブリックっていうクラブがあって、はい、そうなってくるよね、はい、だからトランプルームとかじゃなくてラファブリックとか尋常じゃなくパーティーがありましたよね。なんかもうなんだろうな、そういったお店でやるパーティーもそうだし、なんかクラブとかでやるようなそのファッションっぽいイベントとかもそうだし、うん、すごくたくさんありましたよね。ありましたね、うん、いや自分も良かった思い出しか基本的にはなくって、やっぱりその時に出会った人たちとなんか今もやっぱりこうコミュニケーションを取ってて、まあ一緒に仕事をしていたり、いろんなことができてるかな。やっぱりすごい人脈とかそういったネットワークとかっていうのはすごく自分にとって財産だったな、財産になったなっていうふうに思いますね。そう、卒業後に当時、ね、自分の担任だった先生たちとかともちょっと話す機会があって、今やっぱり文化に入る学生でファッションが好きでこう入ってくる子もいるけれども、もうちょっと違うカルチャーが好きで入ってくる学生もすごい多いっていう風にそう聞いていて、なのでなんか何にせよやっぱりこういろんな人と会うと、やっぱり人自分だけでできることってやっぱりこの数年でぐっと増えたと思うんですよ。 SNS がすごい発達して、やっぱり自分のブランディングができて自分でいろいろ発信ができて、ただやっぱりこう個でやるよりもやっぱりなんだろうな、何人かでやることやっぱりこう相乗効果じゃないですけど、やっぱり一人じゃできないことがやっぱり2人ないし2人3人でなんか人が集まるとすごくできることがなんかこうすごい広がると思うので、いろんな人と出会える場所だと思うし、まあ、入学した後なんか積極的になんかいろんな世界をこうなんだろうな見ていろんな人と出会っていろんな経験をしてもらいたいなというふうに思いますね。僕にとってファッションは本気永遠のテーマですね。終わりがなくて終わりがない、終わりたいんですけどね、気持ちは終われないんですよね。そうそう、終われなくって、いつ終われるんだろうなと思いながら、でも終われないからもう諦めて永遠のテーマにしてこれから先も楽しんでいきたいと思って。